はい、どうもすいません。今回はですね、お味噌チャンネル様のですね、ファンの方ってものすごい数なわけでございますが、本当に今見たらですね、1232回も再生していただいてですね、私の動画、10回いけば大成功なので、もう何ですかね、クリスマスとですね、お正月がいっぺんに来たっていう感じなんですけれども、本当に、ありがとうございます。それでですね、前のチャンネルでもですね、何回も引かせていただいてですね、引かさせていただいてですね、本当に、何千回も再生されてしまったんですよ。本当にもう恐縮の限りなんでございますけれども、まあでもですね、結構、自分なりにですね、面白く弾けたんじゃないかなと思ってですね、それで、それをですね、再現したいんですけども、ちょっとまたですね、また近日中にチャレンジしたいと思うんですけども、再現できないのかな。ちょっとね、音楽的に言うとですね、ナインスっていう音があるんですけども、ドミソシ、ドミソシまでが普通、ね、ギターとかでギターとかって言っても、ジャズギターもあるから、なんて言うんですかね、テンションコードっていうんですけども、それをちょっとですね、入れるとですね、少しこう、ジャズチックな音になるのでですね、それでちょっとやったんですけども、その音がですね、コードがですね、ちょっと、もう覚えてないんですね、覚えてないんだ、覚えて、なんとか思い出してですね、ちょっとまた再現、テンポゆっくりでね、テンポゆっくりでですね、また、でも同じにはならないんですよね。俺がですね、悲しいんですよ。同じ音が出せればいいんですけど、同じにならないんですよ。もう100回弾くと何かしら違っちゃうんですよね。100回違っちゃうんですよ。それでですね、またですね、何回かですね、弾かさせていただきましてですね、再生リストをですね、作って、ございます。はい。それで、ちょっとは面白いと思うんですけどね。いかがでしょうかね。はい。で、原曲の、完全コピーっていうかですね、それをやってもしょうがないので、ある程度はですね、コピーできるんですけれども、それやってもね、原曲の方がいいですからね。原曲の方がいいですから、やっぱり違うことをですね、やりたいわけでございますね。はい。それでまたですね、このアレンジっていうのはですね、無限でございましてですね、本当に細かいところからですね、普通に、ベースとドラムが一緒でもですね、ピアノ同じにならないんですよ。ならないんですよ。これ不思議なんですけども、はい。そういうことでですね、カラオケも、そのベースとドラムのカラオケもアップロードしてあるんですけども、あともう何パターンでもですね、100パターンでも私作れるので、1000パターンでも作れる自信があるんで、そう時間的に無理ですけどね、どこまでできるかは、そんなやる必要もないですけども そんなやる必要もないんですけれども、面白いのがですね、例えば3拍子でやるとかですね、3拍子、あとね、タンゴでやるとかですね、ルンバでやるとかですね、いろいろあるじゃないですか。ね、ロック風にやるとかですね、少しロック風にやるとかですね、レゲエ風にやるとか、レゲエ風っていうのはちょっとあんまりやったことないですけどね、あと4ビート。4ビート。4ビートいいかもしれないですよね。4ビートのチェチッ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 チェっていうですね、ジャズの、そんな感じでですね、こう考えるとこう楽しいんですけれども、ね、だからそういうふうにですね、もう楽しくね過ごしてですね、
楽しくねやってるとですね、そしてですね、まあ、この、まあ、あの、まあ、闇っていうかね、あれ、まあ、闇っていうかですね、まあ、支配者には支配者の都合があるわけですからね、まあ、そこにはね行かないでね、ちょっとやっぱりね離れましょうっていうことでね、もう多くの人がねおっしゃられてますのでですね、うん、まあ、情報だけは取ってですね、情報だけは取って、あとはまあ従わなければいいんですね。みんなで赤信号を渡ればいいわけでございますね、うん、もうだってもう相当分かってる方っていうのはですね、私の想像ですけども、まあまあまあ何千万人かいると思うんですよね、もうね、うん、2000万とかいるんじゃないのかな、うん、だって、うん、あれがあれの人だって2000万って言ってるけれども、もっと多いと思うんですよ、私ですね、多いと思うんだな、2000万じゃないと思うんですよね、うん、だから直感力ってあるじゃないですか、人間ってですね、直感力ってあるわけですよ、うん、あるんですよ絶対。だからね、うん、だってお味噌チャンネルさんにはあの大和ピュアラブさんも出てきたし、イビ雄一郎さんの名前も出てきたし、ね、イビ雄一郎さんって言ったら南江アシュタールさんになってくんですよ、うん、あの、イビ雄一郎さんがいなかったら、南江アシュタールさん出てこないので、出てこなかったんですよ。そんな感じでね、お味噌チャンネルさん、あと、あの、小焼きスタジオさんっていうのはちょっと私見たことないんですけども、ね、いろんな方、あとね、フラットアースの、フラットアースのね、何でしたっけ。フラットアースの大御所の名前が最近どうですか、うん、昨日は見たんですよ。昨日は見たんですよ。ちょっとね、今、動画がですね、ちょっと、私、合計3万本ぐらい消えちゃったもんですから、復元中でちょっと忙しくてですね、なかなか見れないんですけども、はい。まあ、まあ、まあ、それでもね、キャプテンウルトラを見るんですけどね、これから。まあ、お味噌チャンネルさんもね、見ますけどね、見ますけどね、はい。安倍総理大臣の良かったですね。安倍総理大臣ね。新しいのじゃなくて、前のやつですね。前のやつは、ちゃんと撮ってあるのでですね、うん。何番だっけ？ある動画ちゃんと撮ってあるのでですね、動画にも撮ってあるし、ブログにも書いてありますので、はい。本当にありがたい限りですよね。うん。でこう共通するですね、いろんな人と共通する部分が出てくるとですね、信頼性が、出てくるわけでございますね、はい。でそういうことでですね、またみんな、いろいろですね、いろんなことをですね、まあ、情報を集めながらですね、そっと離れつつですね、音楽をやってですね、楽しんでいきたいなと思っております。本当にですね、たくさんですね、再生していただきましてですね、本当にもう申し訳ありません。あ、もう長く喋ってしまいまして、はい、どうもすいません。はい、また、なんかありましたらですね、SNS はこの YouTube のですね、概要のところとかね、ホームページに書いてありますので、ね、はい、ここの YouTube のね、概要っていうのがあるんですよ、上の方にですね、はい。それで私はですね、ちょっともう多分一生の覚悟でね、この、まあ天皇っていうのをね、天皇、まあ、明治天皇すり替えにしてますので、うん、まあ天皇自体はですね、否定しないですけども、天皇でもね、創価学会でもね、別にそれやりたい人はやればいいんですけれども、うん、それは否定しないんですけれどもね、ただね、国民全員からお金を集めてるじゃないですか、うん、だからそれはやっぱりおかしいと思うんですよね。だから天皇が好きな人は、天皇の好きな人だけでやればいいんですよ、うん、そうすればですね、何のトラブルもないじゃないですかね、ないでないですよね、うん、うん、だから巨人、野球で巨人が好きな人は巨人でね、見に行けばいいんですよ。
ね、阪神が好きな人は阪神で見に行ってお金払えばいいんですよ。そういうことだと思うんですよね。NHK のなんか有名な話があるじゃないですか。ほら、ね、水道とガスと電気はね、お金払わなければ止まんのにね、NHK は止まんないっていうですね。だからそれおかしいじゃないですか。おかしいんですよ。だからいらないものはいらないんですよ。お味噌チャンネルさんいるんですよ、まだ当分ね、まだまだですよ、まだまだマラソンですよ、まだ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 マラソンなのでね、頑張っていただいてですね、はい、ね、もう秒速で世の中は変化しておりますのでね、もうどんどん変化してね、支配する側も何がしたいのかね、最近も本当によくわかんない、わかんない、こう、矛盾したことがいっぱい出てきますけどもね。はい。そういうのもね、楽しみながらね、笑いながら私は過ごしておりますけれどもですね。はい。どうもすいませんでした。本当にありがとうございます。はい。どうもすいません。失礼します。また、何かあれば、教えてくださいませ。はい。失礼します。